皆さんこんにちは。ミッションエイドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は9月24日月曜日、今日の聖書の箇所ですけれども、旧約聖書の歴代史第1の27章1節から24節まで、タイトルは主に信頼して責任を果たしましょうとなっています。歴代史第1、27章、1節から24節。イスラエル人、すなわち一族の頭たち、千人隊の長、百人隊の長たち、および彼の司たちは、王に仕えて一年のすべての月を通じ、月ごとの交代制に従って、各分団のすべてのことにあたったが、その人数は一つの分団が24,000人であった。第一の月、第一分団の長、ザブディエルの子、ヤショブアム。彼の分団は24,000人。彼はペレツの子孫の一人で、第一の月を受け持つ将軍たちすべての頭であった。第二の月、分団の長、アホアハ人ドダイ。彼の分団といえば、司ミクロテがいた。彼の分団は24,000人。第三の月、第三軍団の長は、祭司エホヤダの子ベナヤ。彼が頭であった。彼の分団は24,000人。彼はあの30人の勇士の一人、30人の長のベナヤである。彼の分団にはその子アミザバデがいた。第四の月、第四軍はヨアブの兄弟アサエル。その子ゼバデヤが彼の後を継いだ。彼の分団は24,000人。第五の月、第五軍はあの長、イズラ夫人、シャムフテ。彼の分団は24,000人。第六の月、第六軍は、テコア人、イケシュの子、イラ。彼の分団は24,000人。第七の月、第七軍は、エフライム族の出である、ペロニ人、ヘレツ。彼の分団は24,000人。第八の月、第八軍は、ゼラフ人に属するフシャ人、シベカイ。彼の分団は24,000人。第九の月、第九軍は、ベニヤミン人に属するアナトテ人、アビエゼル。彼の分団は24,000人。第十の月、第十軍は、ゼラフ人に属するネトファ人マフライ。彼の分団は24,000人。第十一の月、第十一軍はエフライム族の出であるピルアトン人ベナヤ。彼の分団は24,000人。第十二の月、第十二軍はオテニエルに属するネトファ人ヘルダイ。彼の分団は24,000人。なお、イスラエルの各部族の長は、ルベン人では、ジクリの子エリエゼルが司、シメオン人では、マーカの子シェファテヤ、レビでは、ケムエルの子ハシャブヤ、アロンではサドク、ユダでは、ダビデの兄弟の一人エリフ、イッサカルではミカエルの子オムリ、ゼブルンではオバデヤの子イシェマヤ、ナフタリではアズリエルの子エリモテ、エフライム族ではアザズヤの子ホセア、マナセの半部族ではペダヤの子ヨエル、ギルアデのマナセの半部族ではゼカリアの子イド、ベニヤミンではアブネルの子ヤーシエル、ダンでは
エロハムの子アザルエル。これがイスラエル各部族の司たちであった。ダビデは20歳以下の人々は数に入れなかった。主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。セルヤの子ヨアブが数え始めたが終わらなかった。このためミイカリがイスラエルの上に下って、その数はダビデ王の年代記の統計には載らなかった。旧約聖書の歴代史第一の27章の1節から、ここでは、イスラエルの軍隊組織というふうにこう表題がここに書かれていますけれども、知恵があると思いますね。2万4000人ずつ分けて、それぞれの月ごとに交代制にして、まあ警備するといいますか、守備するといいますか、そんな感じで第1の月、第2の月、第3の月というふうにこう月々に分かれて、2万4000人の人たちがまあ配備されるといいますか、まあその人たちは1ヶ月間とにかく詰めるわけですから、相当精神的な疲労はたまると思いますけれども、でも逆にそういうふうに分けてもらえているので、1ヶ月とにかくその守備に当たるといいますか、防衛に当たるといいますか、それはある意味で役割を果たす、責任を果たすという意味ではワクワクしていたかもしれないですね。手柄を立てるということも、まあ、そこまで考えたかどうか分かりませんけれども、でもとにかくその月はとにかく私たちが守るのだという意識でその一日一日を過ごす。実は1年は365日あるわけですけれども、私たちはもちろん一日一日をこう積み上げていくという生き方をしているわけですけれども、でも不思議なことに、まあ、四季があるように、春夏秋冬があるように、カレンダーを見てもクリスマスのシーズンであるとか、まあ、あるいは夏休みのシーズンであるとか、シーズンシーズンで何かこう力を抜いたり力を入れたりという、そういうシーズンがありますね。人間はやっぱり365日同じ力でずっと突っ走るということはできないので、むしろこういうふうに月々にこう担当を決めて、そこでとにかく全力を果たしてやってもらいたいというふうに言われると、むしろ漫然と、あんたね、一年中毎日とにかくしっかりやるんだよと言われるよりは、はるかに働きやすいかもしれないですね。そういう意味でこういう組織というのが存在したというのは、ある意味で神様の知恵でしょうし、こういうふうに分けられた人たちが、まあ、チームになって1ヶ月守るというのは、とても大事な、そして有益なやり方なのだろうと思います。いろいろな、まあ、もちろん私の社会の中にもいろいろな集団があって、そしてそれぞれ役割があって、何月は誰というふうに決めてやったりするというのは、まあ、一般的になってはいますけれども、でもそういう中でチームワークがきちんとこう育っていったりとか、あるいは、まあ、その1ヶ月間を自分で一応再確認してどうだったかなという反省材料にできたりとか、そんなことも可能ですね。そういう意味では私たちが折に触れて自分の生活の中で、この1週間ちょっと頑張ってみようとか、この月の中のこのウィークエンドはちょっとしっかりやってみようとか、そういう目標を立ててやるというのはいいことかもしれませんし、それから教会などでもチームを作ってグループ分けして、この時はこのチームに頑張ってもらおうねとか、あのチームにも頑張ってもらおうねとか、そういうのってすごく大事なことだと思うんですね。ただね、人間は弱いので、こういうチームを作るとどうしても比較し合ったりして、競争し合ったりして、そしてね、相手がこう失敗するとそれをなんか喜ぶわけじゃないんだけれども、ほらやっぱりダメだったでしょみたいな、そういう言い方になってしまうと士気は下がりますね。ですからこういうグループを作ることは大事なんだけども、それは生かすためのグループであって、お互いが生きるためのグループなのであって、お互いの失敗を本当に一緒に悲しむ、そしてもっと大事なことは、お互いがうまくできた時に本当にそれを真剣に喜ぶというサポーティブなといいますかね、そういう心が育たないと、なかなかこれ分担というのは難しいんですよね。係の担当にしても、例えば急に休まなければいけない時にいろいろね、説明を考えて休む理由をいちいち考えるのとっても辛いことですけれども、
そういう時に大変だよねって言ってくれる人がいるとほっとしますね。そういう意味ではこのチームというのはね、まあ、2万4千人もいますから、ちょっと私がイメージできる範囲ではないですけれども、でも月に応じてチームが編成されたというのはとても考えさせられることだと思います。そしてこの最後の部分ですけれども、23節から、ダビデは20歳以下の人々は数に入れなかった、主がイスラエルを天の星のように増やそうと言われたからである。ツェリアの子ヨアブが数え始めたが終わらなかった。このためミーカリがイスラエルの上に下って、その数はダビデ王の年代記の統計には乗らなかったという言葉が出てきます。これは歴代史の上の21章の中に出てくるダビデが、まあおそらくその自分の中に傲慢な部分があって、自分の成果をこう見せよう、知らせよう、あるいは人々にも自分にも言い聞かせようと思って、本当は神様が恵みによって成していることなので、人口調査をするとか、あるいは人数がどれだけ増えたとか、あまりそういうようなことを考えるべきではない、神が大いに増やすと約束してくださっているわけだから、それを信じていればよかったんですけれども、やっぱり人間的な弱さから、そのやっぱり人数を数えてそれを評価の対象にしたい、神の恵みで全部こういうふうになりましたってなかなか言えない、そういう弱さってやっぱりダビデの中にもあったわけですね。でそのことがまたここに、語られていて、このためミーカリがイスラエルの上に下って、その数はダビデ王の年代記の統計には載らなかったとあるんですけれど、ある時代の年代記よりも少し減っているわけですけれど、そういう意味では使命を果たすためにチームを作り、いろいろ企画を立て、人間的に一生懸命頑張ってきっちり守るということはとても大事なことなんですけれども、その背後に神様の知恵があり、神様の守りがあり、神様の約束があるので大丈夫、神様の約束があるのできっとうまくいって守られるし増えていきますよということをダビデもまた他の人たちも信じる必要がありました。そういう意味ではとても大事なことなのだと思いますね。ついつい自分の手柄にしたい、王様だと余計かもしれませんね。でもそこに大きな落とし穴がありました。それは私たちも気をつけなければいけないことなのかもしれないですね。時々日本のクリスチャン人口が少ないということで嘆くことはあります。嘆きたいですけれど、でもそのでもね、そこばかりに目を移していると、結局人間が頑張らないと神様は何もできないのかなっていうことになってしまって、それはダビデの人口調査と同じような結果になるんじゃないかなと思うことがあるんですよね。神の恵みの中できっということが起こるのだと信じて、淡々と役割を果たしていく、それがとても重要なことなのだと思います。どんな組織でもチームができて、うまくことが運んで、きちんとそれぞれの人たちグループが役割を果たすようになると嬉しくなって物事がうまくいきますから、それは素晴らしいことなんです。でもその全てを人間の技だと考えてしまうと落とし穴にはまりますね。その背後に神様がこれを助け、神様がお支えくださったのでこれはできてるんだなという謙遜さが常に求められているような気がします。それはダビデの時代もそうだったし、私たちの時代も同じなのだと思います。うまくいくことは素晴らしいことなんでしょうし、能力があるということも嬉しいことですけれども、どこかに神様のおかげですという心を持つことがとても大事なことのように思います。それぞれの生活の中で神様が働いてくださって、こんなに嬉しいことが起こりましたと言えることがたくさん聞けたらいいなと思います。一言祈ります。天の父なる神様、あなたの計画の中でことが動く、それを固く信じて前に進むことができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。